私の旦那となる以上は意地でもシャーマンキングになってもらうわよ。今回は今日から始まったシャーマンキングコラボカードの朝倉よいを紹介するよ。3コス武力10気合持ちでありながら知力も4あって、ダメ系は副兵で即エクシングステップ。時代特殊で正義の双剣を選び、安く数値評価視野つい1枚打って。強力は式7の超絶強化で武力プラス8の速度上昇、動きながら斬撃できるようになる。効果時間は約8カウント。武力18の突撃と斬撃は破壊力抜群で、3コストで2つ兵種アクションを行うから流派ゲージも一気に溜まるよ。経歴、スペックともに高いポテンシャルを持ち、3コス武力10の超絶キラやから、三国志体制のギャグ技みたいなのを待ち望んでた人におすすめしたい。ただし超絶キラの速度で斬撃にカードを回転させるのは操作に慣れが必要に感じた点も。シャーマンキングは戦国大戦の時にも一度コラボカードが出てたけど、あの時は上杉謙信としての登場、今回は晴れて実名で出ることができたから、原作ファンにも今まで以上にお勧めしやすいよ。撃って。迅速こそ勝利への道、一陣の精鋭よ突き進め。流派発動。見ろ方、オーバーソウル白虎。戦機開放。心残りはない。二手に分かれて逃げよう。少しは役に立ったかな、俺。あとは頼んだぞ。我が戦が不服か。こいつ戦機解放。なんとかなるって。撃って。小生が何か。生き残り。もっと前出なくていいのか。ちびとになれ。食らいついてやる。すまん、オイラも負けるわけにはいかんのよ。消えゆく命。流派発動。三の方。皆殺しだ。
人もここから逃すな。イカズチがごとくお前を逃がさねえ。流派発動。三の型。一の型。オーバーソウル。百個。せや。俺の命くらい好きに使えよ。イカズチがごとくお前を逃がさねえ。少しは役に立ったかな。消えゆく命。ったくどいつもこいつも頭にくる。もう心残りはない。食らいついてやる。消えん。我が戦が不服か。今回は3試合やるよ。計略のオーバーソウル。ベッケイの速度上昇値は陸陽之助に罹患されると突撃負荷になるけど、ヒバオーラが出ない状態でも斬撃はできるよ。とはいえ式7と式6の交換はしたくないから速度低下系には要注意かな。もう心残りはない。少しは役に立ったかな。ゲーゲーうるさい。調整が何か。撃て。冗談じゃない。流派発動。一の型。オーバーソウル。百個。もっと前じゃなくていいのか。
冗談だろ。流派発動、一の方。俺らだけでやるぞ。どいつもこいつも頭にくる。うるさいのよ。少しは役に立ったかな、俺。もう心残りはない。戦機かくらいだよ。こいつ強え。電気乱世は面白い。くそ。心残りはない。くらいだよ。撃て。少しは役に立ったかな。全軍前進。くそ。冗談だろ。冗談じゃない。二手に分かれて逃げる。流派発動。二の方。
れたから乱世は調整が何か。もっと前出なくていいのか。次はラストの試合になるよ。ようこそ我が領域へ。一の方元成様お達者で。おら二手に分かれて逃げよう。少しは役に立ったかな。ギャーギャーうるさいのよ。いいな王鵬か。生き残りたくば死人になれ。もっと前出なくていいのか。撃て！私を続け！おら！オーバーソウル！百個！炎に飲まれるがいい。万策光よ。償おう。見ろ方元成様お達者で。オイラもう負けるわけにはいかんのよ。いいか小僧ども、ご視聴ありがとうございました。戦滅力の高い超絶キッタの爽快感あるね。